おはようございます。山高です。皆さん、40歳50歳になってからも英語を習いたいって思いませんか？こちらの動画で一緒に勉強していきましょう。 Let's get started for Lavender。 さて、ここで皆さんにお尋ねします。ラベンダーを見に出かけよう。 Let's go to see Lavender or Let's get started for Lavender。 どちらの方が自然ですか？どちらの表現も自然であり、どちらもラベンダーを見に行こうという意味を持っています。ただし、微妙なニュアンスの違いがあります。 Let's go to see Lavender は直訳的で一般的な表現です。ラベンダーを見に行くことを提案する際に使われます。一方、 Let's get started for Lavender はラベンダーに向けて出発しましょうという意味合いが強く、出発の意欲やエネルギーを強調しています。ラベンダーへの冒険の始まりを意味する表現として使われることもあります。どちらを使っても問題ありませんが、 Get started の方が冒険の始まりという感じがしますね。 Get って本当に最も頻繁に使用される動詞の一つで、コンテクスト、文脈に応じて様々に使える万能な動詞なんです。皆さんにも Get を使ってもらえたら嬉しいな。今回はたくさんの Get を使ってノロッコ号によるファーム富田を訪れてみましょう。 Let's get started。 英語も学べてラベンダー観光ができるなんて、なんて素晴らしい動画なの。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Let's get some cookies to eat on the train。 こちらのゲットは手に入れる、買うを意味しています。最も一般的なゲットの使い方で、皆さんもご存知ではないでしょうか。 Let's get some cookies to eat on the train。Okay, I got one. Got は動詞の get の過去形で、手に入れた、取得したという意味です。話し手がクッキーを一つ手に入れたことを表しています。前の提案に従って、話し手は一つのクッキーを手に入れたという意味ですね。 Let's get some cookies to eat on the trains. I got one.The train will get to the station. Everyone got excited. The train will get to the station. 列車は駅に到着します。この文は未来の出来事を表しています。Will は未来の出来事を示す助動詞で、到着するという動詞の前に使われています。Get to。 こちらは到着するという意味を持ちます。Everyone got excited. みんなが興奮しました。Let's get on the train. Get on は乗り物、電車やバス、船、飛行機などに乗るという意味です。物理的に乗り降りするという意味で、Get on 乗る、Get off 降りるという意味になります。I got seated at the window side bench seat. 私は窓際のベンチシートに座りました。I got the boarding pass. 私は乗車証明書をもらいました。I got excited at the beginning of the journey. 私は旅の始まりに興奮しています。I got a little hungry.So I will get some snacks. ちょっとお腹が空いたので、お菓子を食べることにします。I got happy to eat some snacks while enjoying the scenery. 景色を楽しみながらお菓子を食べると嬉しくなりました。I got a bit surprised by the single car opposing train. 一両編成の対向車が来て少しびっくりしました。
Everyone got entertained by the sightseeing train. みんな観光列車を楽しみました。Everyone got curious about the strong smell of the lavender. ラベンダーの強い香りにワクワクします。Most of the people got off the train at the lavender farm station. ほとんどの人がラベンダー畑で降りました。Everyone gets together to see off the Norek train. みんなでノロッコ号を見送ります。Bye now, Norek! Everyone gets together to go to the lavender farm. ラベンダー畑までみんなで一緒に行きます。You won't get lost. 迷うことはないでしょう。Get together. そして get lost. 集まる。道に迷う。どちらも大変使いやすい動詞です。ぜひここで押さえていってください。I'm getting a little hungry and tired. 少し空腹になってきたし、疲れてきました。Let's get lunch here. ここでランチを食べましょう。I got the gratin and the curry set. And the special drink.私はグラタンとカレーのセット、そしてスペシャルドリンクを注文しました。I got full and happy. お腹がいっぱいになって幸せです。
The weather is getting better. 天気が良くなってきています。I'm a bit tired, so let's get some rest at the cafe. 少し疲れたのでカフェで休憩しましょう。Delicious! Wow!Hi there, bunnies. How have you been, Oz? I got enjoyed seeing fabulous flowers.素晴らしい花々を見ることを楽しんでいます。I got decided to come here again. またここに来ることを決めました。I'll get to the station to take the Noroku train again. 再びノロコ号に乗るために駅に向かいます。Everyone got excited to see the train getting to the station. みんな電車が駅に到着するのを見て興奮してます。열차가도착합니다。注意해주십시오。列車が参ります。ご注意ください。The train is coming soon. We got on the train one by one. 私たちは一人ずつ電車に乗りました。I will get to Furano to take the bus. 私はフラノに行ってバスに乗ります。I will get to Furano to take the bus. ちょっと最後の文に注目してみてください。フラノに行ってバスに乗りますという意味ですが、このフラノに行ってバスに乗りますというところで get on 使ってませんよね。take the bus 使ってますね。ここで get on と take の違い、微妙な違いの方をご説明していきます。get on は乗り物、電車やバス、船などの中に入るというアクションを強調する表現です。乗り物の中に身を入れる状態を表すことが重要です。例えば get on the train.Get on the bus などと言います。それに対して take は乗り物や交通手段を利用して特定の目的地に向かうという表現を意味します。乗り物を利用してどこかに行くことに重点が置かれています。そうこうしているうちに興味深いカフェに着きましたよ。ガムシャワThank you.
いかがでしたか？ゲットは最も基本的な手に入れるという使い方、そして get tired や get excited のようにその状態になるという意味、他にも get on 乗る、 get off 降りる、 get to 到着する、 get lost 迷うなどのようにさまざまな意味があります。皆さんも get を使いこなして英語を楽しんじゃいましょう。お出かけもアラフィフからの英語も山高と一緒に楽しみませんか？ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。